ニートの貧乏人は絶対に来ないでよね。どうしてここまでバカにされなければならないのだろうか。私はこのまま義妹にやられっぱなしでいるのは嫌だったので、大人げないが、ある行動に出ることに。それは義妹夫婦が住んでいる家以上に、高価な家に住むことだ。私と夫はお互いの理想の条件に合うタワマンの部屋が見つかったので、すぐに購入して引っ越すことに。すると勝手に家にやってきた義妹は、目を見開いて驚いていた。何よこれ。私の名前はのぞみ、35歳の在宅ワーカーだ。夫のマサトとは結婚して3年になる。私たちはもともと大学時代の同級生で、数年前に共通の友人の結婚式で再会したことをきっかけに交際を始めた。それから1年ほど交際を続け、彼からプロポーズを受けて結婚に至った。結婚してから3年が経つが、私たちはとても仲のいい夫婦だ。夫は大企業に勤めていて毎日忙しく働いているが、休みの日は私との時間をとても大事にしてくれて、いろんなところに連れて行ってくれる。私も夫もアウトドアが好きなので、キャンプに行ったり登山をしたり、体を動かしながら自然と触れて、幸せな時間を過ごしている。優しくて頼りがいがあって、本当にいい夫と結婚することができたと思う。だがそんな幸せな私だが、一つだけ悩みがあった。それは義妹のユカの存在だ。義妹は私と夫が結婚する前からすでに旦那さんがいたのだが、旦那さんがエリート銀行員らしく、私が義妹と初めて会った時からバカにしてきた。お兄ちゃんと同じ大学って言うから、どんないい会社で働いているのかと思ったら、会社員じゃないってどういうこと？学歴が無駄になってるじゃん。マジでニートとかありえないんだけど。いや、私は在宅ワーカーとしてフリーランスで働いてて。そういう嘘はいいから、無職って素直に言えばいいのに。それは両家の顔合わせの時だったのだが、不意にレストランのトイレで二人きりになった時にそんなことを言われたのだ。彼女の私を思いっきりバカにした顔は今でも忘れられない。そして彼女は夫や義両親がいる前ではそういう態度を一切取らなかったのだ。私は一瞬にして彼女のことが嫌いになった。それから私と夫が結婚してからも私のことを悩ませた。お姉さん、お邪魔しますね。え、ちょっとゆかさん、いきなりやってきてどうしたの？別に、夫の同僚の奥様方とランチに行ってきたから、その帰りに立ち寄っただけよ。とりあえずお茶出してよ。そう言って勝手にソファーに横たわる義妹。ちょっと、勝手にくつろがないでよ。はあ、別に暇してるんだからいいでしょ。何言ってるの、私は働いてるって何回も説明してるじゃない。ああ、あの嘘ね。いいからさっさとお茶。なんかお菓子もあればちょうだい。そう言って勝手にテレビをつけ始める義妹。っていうかさ、ニートのくせに結構広いマンションに住んでるんだね。お兄ちゃんもあんたみたいな寄生虫に金を絞り取られてかわいそう。それならあんたも同じだろうが。私はそう言い返したかったが、これ以上義妹の相手をするのは面倒だと思った。とりあえずおとなしくお茶を出して、さっさと帰ってもらおうと思った。義妹がいたら仕事に集中できないので、私は早めに晩ご飯の準備を済ませることに。お、カレーじゃん。食べてこうかな。え、いやいや、ゆかさん、あなた旦那さんのためにご飯作らないといけないんじゃないの？私がそう言うと、義妹は鼻で笑った。私は夫のために綺麗でいる努力をしていて忙しいの。だからそんなのデパートの美味しいお惣菜を買って帰ればいいのよ。私は絶句してしまった。予想以上に義妹は金食い虫のようだ。
こんな嫁をもらった旦那さんが気の毒だ。そんな風に思った。そして問題はここからだ。義妹がすんなりと帰ってくれないとなると、私の仕事がどんどん遅れてしまう。その日は諦めて、義妹が夜に帰ってから急いで仕事を終わらせたが、こんな風に調子を狂わされるのではたまったもんじゃない。私はすぐに夫に相談をした。え、ゆかが来てたの？ええ、それでくつろぐだけくつろいで、カレー食って帰って行ったわ。あいつ、自分勝手なやつだな。わかった、俺から勝手に家に来ないように言っておくよ。ありがとう。夫がそう言ってくれて安心したが、義妹は懲りずにまたやってきた。ちょっとお姉さん、何お兄ちゃんに変なこと言ってるの？私、迷惑なんてかけてないよね。いやいや、迷惑しかかけてないでしょうが。そもそもニートで働いていないんだから、養ってくれてるお兄ちゃんに頼み事とかするのおかしいでしょ。本当にずうずうしいよね。義妹はそうやって私を罵倒してきた。義妹はいつもランチ会などの後に私のところにやってくる。私はある時から義妹の相手をするのが面倒になり、居留守を使うようになった。最初はそれでなんとか回避できていたのだが、だんだんと義妹も作戦を変えたようだ。いつ観察していたのか知らないが、私がスーパーに食材を買いに行って帰ってくるタイミングに合わせてマンションにやってくるようになったのだ。今日の晩ご飯は何？私も食べてくから。そう言って勝手についてくる義妹。私は仕方なく家に入れて晩ご飯を義妹に食べさせなければならなかった。まあまあの味ね。まあ腹の足しになるからいいけど、でも仕事で疲れて帰ってきてこの程度の料理しか食べさせてもらえないお兄ちゃん、かわいそう。そんなことを言ってきて本当に腹が立った。文句をつけるなら食べるなよと思うのだが、義妹はバクバクと食べて満腹の状態で帰っていく。おかげで食費は2人分ではなくほぼ3人分かかっていた。夫にまた相談したかったが、最近夫は昇進してかなり忙しそうにしていた。だからあまり負担をかけるようなことはしたくなかった。仕方ない。本来なら家でゆっくりと仕事をしたかったが、こればかりは我慢できない。私はそれからというもの、カフェやコワーキングスペースなどを利用して仕事をするようにした。それなら義妹に家に突撃されることもないし、仕事に集中することができる。だが義妹からはたくさんメッセージが届いていた。ねえ、どこにいるの？こんな時間まで出歩いて何してるのよ。お兄ちゃんの金でよく遊び歩けるね。ニートの金食い虫が。私が返事をしないで無視をしていると、だんだんとひどいメッセージを送ってくるようになった。そのメッセージの数々に腹が立ったが、私はミュートにして仕事に集中した。初めからこうしておけばよかったと思うほど、私は仕事がはかどった。そんな中、義妹が面倒なことをやりだした。それはある日夫が仕事から帰ってきた時のこと。いきなり夫からこんなことを言われた。なあ、ゆかが変なことを言ってきたんだ。のぞみが不倫をしてるって。はあ？私はびっくりして大きな声を出してしまった。そんなことするわけないじゃん。だよな。でも日中で歩いて男と会っているに違いないって何度も言ってきてさ。私は頭を抱えた。夫には最近家ではなくてカフェやコワーキングスペースで仕事をしていることは報告している。それを勝手に不倫して男と会っていると言われるのはさすがに頭にきた。俺ものぞみが在宅ワーカーとして働いていることはあいつに言ってるんだけど、ここまで伝わってなかったんだな。夫も今回のことで義妹が私にとってかなり面倒な存在になっていることに気づいてくれたようだ。今までそんな苦労をかけていたのに何もしてあげられてなくてごめんな。
ううん、あなたが昇進してかなり忙しそうにしてて、私の方から勝手に遠慮していろいろと黙ってただけだから。これからは俺に何でも相談してくれよ。うん、ありがとう。夫がそう言ってくれて少し心が軽くなった。夫はその後義妹に電話してかなりきつく言ってくれた。俺はのぞみのことを信じているし大事に思ってるんだ。変な言いがかりをつけて俺たちの家庭を壊すようなことをするな。あとお前、懲りずに勝手に日中に家に来てのぞみを困らせてるようだな。今度勝手に家に来たら警察を呼んでいいってのぞみに言っておくからな。二度と来るなよ。そんなひどいよお兄ちゃん。その女に騙されてるよ。義妹はわーぎゃー騒いでいたが、夫はすべて言い終えると電話を切った。それからというもの、義妹は一切家にやってこなくなった。さすがに警察というワードを出されてビビったらしい。下手にトラブルを起こして旦那さんに迷惑をかけることは避けたかったようだ。義妹が来なくなったおかげで私は再び家で仕事に集中できるようになった。カフェもコワーキングスペースもなんだかんだで通い続けていると費用がバカにならない。だから家でただで仕事できるのが一番ありがたいのだ。私は平和な日常を取り戻し、それからあっという間に1年ほどが経った。すると久しぶりに義妹から私と夫のもとに連絡が入った。何でも話したいことがあるから義実家に来てほしいとのこと。私と夫は一体何だろうと思い義実家へ行った。そこで久しぶりに再会した義妹はこんなことを言った。私、家を購入しました。 4LDK の一軒家で、一等地にあってアクセスもすごくいい高級住宅街の家よ。どう、すごいでしょ。そうやって自慢してきた義妹。すごいのは旦那さんだろと思ったが、そこは水をささないであげた。新築祝いのパーティーをするからお母さんたちに来てほしいの。嬉しそうにそうやって言う義妹。まあめでたいことだから、ここは彼女に花を持たせてあげよう。私と夫は報告を聞いて家に帰っている途中に新築祝いをどうしようか話し合っていた。だが翌日日中に義妹から電話がかかってきた。もしもし、ゆかさんどうしたの？昨日言い忘れたけど、あんたは招待してないからね。え？だって当たり前でしょ。パーティーは旦那の同僚だったり奥様方も来るのよ。ハイスペックの人たちにあんたみたいな底辺を紹介できないでしょ。ニートの貧乏人は絶対に来ないでよね。そう言って私のことを仲間外れにしようとした義妹。私はもう我慢の限界だった。どうしてここまでバカにされなければならないのだろうか。勘違いとか聞く耳を持たないだとか、それ以前の問題だ。人として義妹は最低だ。わかったわ、私は絶対に参加しないわ。っていうか、もう二度と関わらないから安心して。私がそう言うと、義妹はケラケラと笑っていた。助かるわ。一家の恥と縁を切ることができてよかったわ。そう言って一方的に電話を切った義妹。私は仕事から帰ってきた夫にすぐに報告した。夫は呆れ返っていて、あいつは本当にどうしようもないなと言っていた。新築祝いのパーティーは義両親も行くからと、夫は仕方なく参加していた。義妹は義両親に、私は体調を崩して不参加になったと説明していたそうだ。そして義妹はここぞとばかりに家の自慢をパーティーに来ていた人たちにしていたらしい。私はこのまま義妹にやられっぱなしでいるのは嫌だったので、大人げないがある行動に出ることに。それは義妹夫婦が住んでいる家以上に高価な家に住むことだ。実は私は在宅ワーカーとしてかなり稼いでいて、
大企業で課長をしている夫よりもはるかに給料が高い。今のマンションでも十分に快適に過ごせているのだが、義妹に一泡吹かせたいのと、一度くらいはタワマン暮らしを経験してみたいと思い、購入することにしたのだ。私と夫はお互いの理想の条件に合うタワマンの部屋が見つかったので、すぐに購入して引っ越すことに。タワマンを購入し、つい最近そこに引っ越した。すぐに引っ越し祝いのパーティーをして、義両親と義妹の旦那さんを招待した。何も知らない義妹に、私はみんなで撮った写真を送ることに。私たちの新居の引っ越し祝いのパーティーの時の写真を送るね。このようなメッセージと共に写真を送ると、すぐに義妹から電話がかかってきた。ちょっとひどいじゃない。なんで私だけ仲間外れにするのよ。そう言って切れている義妹。だがお互い様だ。あなただって私だけを招待しなかったでしょ。だから同じことをしてあげたまでよ。ていうか何よ、この豪華な家。ああ、なんてことはないわ。ただのタワマンよ。32階の 5LDK 程度だけど。私はあえて義妹を挑発するように、意地悪な言い方をしてやった。効果は絶大だったようで、義妹は発狂していた。はあ？なんでニートの寄生虫のあんたがそんないい暮らしをしてるのよ。お兄ちゃんに死ぬまで働かせるつもりなんでしょう。最低、お兄ちゃんがかわいそう。そうやって叫ぶ義妹。どうとでも言うといいわ。とにかく、私があなたよりもいい生活をしていることは事実だから。私がさらに挑発すると、義妹はわーぎゃー言っていたが、もう満足したので、私は電話を切って着信拒否にしてやった。隣で夫は笑いをこらえながら、その様子を見ていた。義妹は今頃怒り狂っているはずだ。旦那さんにはちょっと申し訳ないが、でも彼も義妹の面倒を見るのはこれで最後だ。それから数日後、義妹はどうやら義両親から住所を聞いたようで、私たちが住むタワマンにやってきた。ちょっとお姉さん、なんで電話を着信拒否にしてるの？メッセージだってブロックしてるみたいだし。玄関先でそう言って怒鳴る義妹。まあまあ、とりあえず上がりなさいよ。私は冷静にそう言って居間に案内した。すると勝手に家にやってきた義妹は目を見開いて驚いていた。え、な、何よこれ。どうしてみんながここに。義妹が驚くのも無理はない。というのも居間には私の夫、義妹の旦那さん、そして義両親が勢ぞろいしていたからだ。今日は平日でしょ。みんな仕事じゃ。義妹は私が一人だと思い込んで突撃していた。だからかなり面を食らっていた。すると夫が、そんなことはどうでもいいから座れよ、と冷たく義妹に言った。義妹は穏やかじゃない雰囲気を悟ったのか、おとなしく従った。義妹が座ると、義妹の旦那さんが口を開いた。早速だけどゆか、今日は君が不倫している件と離婚について話をしに来た。え、義妹は旦那さんの発言に顔を青くして固まった。何のこと。ごまかしても無駄だよ。のぞみさんが更新所に依頼し証拠をつかんでくれたんだ。え、俺の同僚の奥さんたちと会っていると嘘をついて、実は男と会ってたそうだね。義妹の旦那さんはそう言って証拠写真をテーブルに並べた。私は義妹に不倫をしていると疑われた時から義妹自身が不倫をしているのではないかと疑うようになっていた。そしてあんな風にバカにされて仲間外れにされたことを機に、一度ちゃんと調査をしてみようと思ったのだ。するとすぐに不倫の証拠を手に入れることができたのだ。私はそれを
タワマンの引っ越し祝いのお祝いの時に義舞の旦那さんと義両親に見せた。そして義舞を後日ここにおびき寄せることにして逃げられないようにしようと計画を立てたのだ。まんまと引っかかった義舞は私たちの家にやってきて不倫について問い詰められて顔面蒼白状態になっている。あ、いや、これはそのしどろもどろになる義舞だが言い逃れはできない。ここで義父の雷が落ちた。お前は何をやってるんだ。聞いた話によるとのぞみさんのことをしつこく悪く言ったり何度も家に来て仕事の邪魔をしていたそうじゃないか。それだけじゃなく不倫までして旦那さんを裏切るなんて恥を知れ。義舞は義父に怒られ完全にビビっていた。そして旦那さんが離婚届を義舞の前に置いた。慰謝料については弁護士を通してやり取りをしよう。すぐにそれを書いてくれ。そんなお願い。私反省するから離婚は勘弁して。新居まで手に入れたのに。そんなの許すわけないだろ。俺のことを裏切ったんだから。君が専業主婦でありながら家事をサボっていたことは知っていたし、それもまあ仕方ないと多めに見ていた。だけど今回ばかりは許せない。夫の稼ぎを不倫のために使っていたなんて人としてありえないよ。離婚に応じないなら裁判を起こす。もう君の顔も見たくない。義舞の旦那さんは冷たくそう言い放った。義舞は完全に正気を失った顔をしてその場でうなだれていた。その後義舞は旦那さんと離婚をし新築の家を追い出された。義両親と夫からも縁を切られた義舞は頼れる人が誰一人としていない状況となり、現在はボロアパートに住んでアルバイトをしながら慰謝料の支払いをしているそうだ。すべては自業自得だし本当にいい君だ。一方私は夫とタワマンでの生活を楽しく過ごしながら仕事の方も相変わらず順調に頑張っている。とてもいい家なので定期的にいろんな人を招待して食事などを楽しもうと思う。そしてこれからも夫と仲良く幸せな日々を送っていこうと思う。そして40分ほどで戻ってくるとまだ夫が同じ姿勢で土下座をしている。構わず玄関に入ろうとしたところでレオが夫の周りをぐるぐると回るとすぐ隣で大量の茶色い物体を排出した。そして後ろ足でシャッシャと砂をかけるのだがその砂がすべて夫に飛び散っている。やめろこのバカ犬が。夫が大きな声を出すとレオが負けじとうなり大きな声で吠えた。レオもういいよ。ありがとう。あなたは本当にお利口さん。私は望み、夫のマサトとは新婚ほやほやだ。夫は私よりも6歳年下で私は40を超えた初婚である。というのもこれまで父親の会社で仕事に精を出し仕事中心の生活を送っていたから結婚とは無縁だったのだ。夫との出会いは夫が父親の会社に転職してきたことから始まる。父親の会社は社員が50名ほどで私は勤続20年。数年前に副社長となり父親をはじめ社員たちとこの会社を守り続けている。夫は営業職として採用されいろんな案件を取ってきてくれる頼もしい存在だった。しかしあくまで彼は一社員でこの人が後に私の夫になるとは想像もしていなかった。彼はとにかく人懐っこい人だ。私が副社長であっても臆することなく話しかけてくる。副社長の隣、いいですか？数ヶ月に一回の飲み会でのことだ。どうぞ。俺、副社長と腹を割って話してみたかったんすよ。あら、そうなの？仕事の相談かしら？ええ、せっかくの飲み会なんだし、
プライベートの話聞かせてくださいよ。プライベート、そうね。副社長は休みの日って何してるんですか？休みの日、新聞を読んでいることが多いかしら。あとは犬と遊ぶことかしらね。たまに図書館にも行くわね。え、なんでですか？読み物が好きなんですか？好きというよりも、経済新聞は常にチェックしておかないとね。地方新聞もチェックしてるわ。それって会社のためですか？ええ、そうよ。私たちのような地方企業は常に情勢を追わないとね。職業柄いろんな方とお会いするから、常に知識を頭に叩き込まないとならないからね。マジっすか？俺、副社長尊敬します。そんな、会社を運営する上で必要なことをしているだけよ。なるほど。でも図書館には何しに行ってるんですか？図書館には近代質の本があるから、それらを読みにね。主に文献なんかをね。近代質って何ですか？貸し出し不可ってことよ。へえ、興味あるな。今度俺も行ってみます。そんな彼を若干煙たいと思いながらも、こうやって営業でも人の懐に入っていくのかと思う程度だった。そして久しぶりに図書館へ行き、文献を読み漁っていると後ろから声をかけられた。副社長。あら、あなた本当に来たの？はい、興味あったんで。でも副社長、本当にたまにしか来ないんですね。え？俺、あれから副社長が休みのたびにここに来てたんですけど、全然いないから。たまにって言ったじゃない。まあそうですね。でも今日会えてよかったです。何時までいるんですか？そうね、決めてないけれど。わかりました。じゃあまた後で。後で。また話しかけてくるということか。これまで一社員と休日に会うことなどなかったから、私は戸惑ってしまった。それでも今日調べようと思っていたことをすべて調べていると、あっという間に閉館時間を迎えた。お疲れ様です。図書館を出たところで彼に話しかけられた。あら、あなたまだいたの？はい、副社長のこと待ってました。待つ必要なんてないわよ。あなたの休日が無駄になってしまったのではないかしら。いえ、全然。これから副社長と一緒にご飯食べに行ければ僕の時間は全然無駄じゃないですよ。あなたは全くいいわよ。何が食べたいの？やった、俺焼肉が食べたいです。若いわね。いいわよ、行きましょう。俺のおすすめの店でもいいですか？ええ、構わないわよ。彼のおすすめの焼肉店はファミリー向けの比較的安価な焼肉屋だった。今日は俺のおごりなんで、すみません。こんなところしか案内できなくて。何を言ってるのよ。いいじゃない、素敵なお店よ。それはともかく、一社員からご馳走になるわけにはいかないわ。私がお金を出すから好きに食べなさい。やっぱり俺は一社員ですか？え？俺、のぞみさんのことが入社当時から好きなんです。で、ちょっと待ちなさい。ダメよ、そんなことは。どうしてですか？俺が年下だからですか？いえ、そういうことではないのよ。私は副社長で、あなたは社員よ。そんなこと許されないわ。私は突然のことに動揺してしまい、焼肉の味も覚えていない。結局その時はただただ断り続けたのだが、その後も彼は懸命に私へ自分の気持ちを伝えた。それにほだされた結果、
現在に至るというわけだ。私の母親は3年前に他界していたから、交際の報告も結婚の報告もできなかったが、父親に報告すると、もろ手を挙げて喜んでくれた。男っ気のなかった娘の色恋話が嬉しかったようだ。これで将来は安泰だななんて言いながら、晩酌を楽しんでいた。そして現在は父親と私たち夫婦、犬のレオと3人プラス1匹で同居生活を送っている。しかし、結婚後、夫の営業成績が下がり始めたのだ。これまでノルマを達成できなかったことはないのだが、結婚3ヶ月目を迎えた頃から、ノルマ未達成が続いている。夫にこのことを尋ねても、家で会社の話はしないでくれと言われてしまう。それもそうだと思い、会社で捕まえようとすれば、外回りをしていて捕まらない。相変わらず外回りはよくしているようだったが、それに結果が伴わないのだ。営業部長からの報告では彼の行動に特に変わったことはなく、日報を確認しても、きちんと営業先を回っているとのことだった。しかし夫は営業成績が落ちていることを気にしているのか、残業をするようになり帰宅が遅くなることが増えた。ねえ、あなた、最近残業が増えてるわよね。私は帰宅後の夫を捕まえ話しかけた。うん、そうだね。頑張ってくれるのは嬉しいのだけれど、このままだと月の残業が80時間を超えるでしょう。それが？そうなると36協定届を提出しなくちゃならなくなるの。私たちの会社は今までそれを出したことがないのよ。社員の仕事環境を整えるのも私たちの仕事だから。へえ、知らなかった。だからこれ以上の残業はやめてちょうだいね。でも俺ノルマ未達成だから。ノルマって言ってもそんな厳密なものじゃないでしょ。ノルマを達成できない月が続いているけれど、それだったらノルマを見直したらどうかしら。そんなことできるわけないだろ。どうして？俺はお前の夫だぞ。だからそんな恥ずかしい真似できないよ。そんなこと関係ないわ。あなたが長時間働くことで社の空気が乱れるの。きちんと時間内に仕事を終わらせてちょうだい。月の残業はしたとしても20時間までよ。それこそ周りの社員たちからしたら納得できないでしょう。ああ、副社長と結婚したから規定守らなくてもいいんだって思われてしまうかもしれないわよ。わかったよ。そして翌日から夫は定時で退勤するようになった。しかし帰宅は相変わらず遅かった。夫は会社に隠れて仕事をしているのではないかと思う。いくら残業をしなくなったとはいえ、これでは体が壊れてしまう。私はとても気をもんだ。そして悪いことは重なるものなのか。父親が出先で倒れ病院に搬送されたと知らせを受けたのだ。会社を社員に任せ急いで病院へ駆けつけたが、死に目に会うことはできなかった。私は悲しみのどん底だった。夫にも連絡を入れたが、彼は最後まで病院を訪れることはなかった。ちょうど客先だと言っていたが、仕事を優先することはきっと父親も望んだことだろう。しかし、帰宅した夫が私にかけた言葉は信じられないものだった。これからは俺とのぞみで会社を支えていこうね。ありがとう。早速だけど、俺が社長で、のぞみは副社長のままでいいよね。は。父親が亡くなった直後に何を言い出すのか、頭がついていかなかった。やっぱり、会社は男が継ぐものでしょ。やめて。え、何が？お父さんが亡くなったばかりなのよ。葬儀だってまだなのよ。そんな話を今するのはやめてちょうだい。
だって大事なことでしょ。社長がいきなりいなくなっちゃって会社が傾いたらどうするの。そんな急に傾くわけないじゃない。何のために私が父親から経営を学んでたと思ってるのよ。父だってもう年だったんだから、そんな話生前から私にしてるわよ。そっか、じゃあ話は早いね。これからは俺が社長で、のぞみが俺を支えてね。そういう話は後にして、私は夫の話を遮り、通夜と葬儀の手配を行った。そして通夜が終わり、翌日に葬儀を控えていたのだが、夫はあからさまに不機嫌だ。私は相手にするのも嫌で、レオをなで悲しみを共有していた。きっとレオは父親が亡くなったことなんてわからないだろうな。それでもどこか異変を感じているのか、泣き晴らした顔をした私を首をかしげながら見つめている。いつもだったら遊ぼうとボールを持ってくるが、今日はじっと私の隣でお座りをしている。そんな姿にまた涙があふれてしまうのだ。ねえ、ツヤのあれ、何？何が？みんな、なんで、のぞみにばっか声かけるの？俺、次期社長だよ。またその話。やめてって言ったよね。だって、気に入らないじゃん。私の父親のツヤなんだから、みんなが私に話しかけても不思議じゃないでしょう。はあ、つまんないな、レオ。散歩に行くか。レオは夫の問いかけに無反応だ。ほんと可愛げのない犬だよな。俺のこと完全無視だもんな。なあ、社長もいなくなったことだし、もうレオいらなくない？何言ってんの。レオは家族よ。いや、ただの可愛くない犬じゃん。これは次期社長命令だ、なんちゃって。私は夫にうんざりし、そのままレオを連れて自室へ入った。そして翌朝、目を覚ますと夫の姿がない。タバコでも買いに行ったのかとしばらく待ったが帰ってこない。業を煮やして、夫に連絡するもつながらない。私はイライラしながら葬儀場へ向かった。すると葬儀が始まる3分前に私のスマホが鳴った。私は無言で電話を取る。もしもし、のぞみ。あなた、今どこにいるの？ああ、ちょっとね。もう、父の葬儀が始まるわ。うん、知ってる。俺、時間の無駄だし欠席するわ。私は深呼吸をした。そう。あなた、後悔するわよ。いや、しないよ。だってみんなのぞみのことばかりで、俺のことないがしろにするから行く意味ないし。じゃあね。夫はそのまま電話を切った。ありえない。怒りがこみ上げてくる。まあいい。これで夫の気持ちははっきりしたのだから、あとは粛々となすべきことをするだけだ。翌日、レオの散歩へ行くために玄関を開けると、夫が地面に頭をこすりつけて土下座をしている。私は夫を無視したまま彼をまたぎ、外に出ると、レオは夫が邪魔で出れずにうろうろしていたが、勢いをつけて夫の背中を蹴り飛ばして外へ出た。うっと夫の声が聞こえたが、夫は頭を上げずにじっとしている。おそらくとある人物から連絡がいったのだろう。私は構わずレオを連れ散歩に出た。そして40分ほどで戻ってくると、まだ夫が同じ姿勢で土下座をしている。構わず玄関に入ろうとしたところで、レオが夫の周りをぐるぐると回ると、すぐ隣で大量の茶色い物体を排出した。そして後ろ足でシャッシャと砂をかけるのだが、その砂がすべて夫に飛び散っている。やめろ、このバカ犬が。夫が大きな声を出すと、レオが負けじとうなり、大きな声で吠えた。レオ、
もういいよ。ありがとう。あなたは本当にお利口さん。最初からこの人にだけは懐かなかったものね。あなたはこの人が私の敵だということが分かってたのね。いつもはこんなところで出さないもんね。私は思いっきりレオをめでた。のぞみ、ごめん。考え直して。ああ、やっぱり連絡がいったのね。私は葬儀後、社員たちと会社へ戻り、彼らの不安を払拭するため、今後の方針を打ち出した。私が社長になり、副社長にはこれまで人事を担当してくれていた部長に就任してもらうことを告げ、会社は問題なく続けていけることを伝えたのだ。これは生前から父親が望んでいた形で、前々から人事部長にも話はしてあった。しかし夫は、自分が社長になれるとばかり思っていたものだから、この連絡を受け飛んで帰ってきたといったところだろう。私はあなたを社長にするなんて一言も言っていないわ。花からそのつもりもないわよ。え、だって俺は望みの夫でしょ。ええ、そうね。夫であっても会社を任せることはできないわ。すると夫は大きなため息をつき、立ち上がった。そしてさっきの態度とは打って変わって悪態をつき始めた。ああ、そっか。じゃあ俺の労力返してよ。社長になるためにお前に近づいたのに意味ないじゃん。夫は私がショックを受けるとでも思っているのか、ニヤニヤしながら言った。じゃあもういいや、離婚で。あ、でもちゃんと社長の遺産は半分渡せよ。これでも俺ら夫婦だったんだから。そうね、離婚しましょう。私は家にレオを入れ、離婚届を引き出しから出すと玄関にいる夫へ渡した。随分と用意がいいんだね。そうね、考えていたことだからね。え、俺の作戦バレてた。先に書いてちょうだい。夫が離婚届を書き終えると、私はそれに漏れがないか確認した。うん、大丈夫そうね。それじゃ後日また細かいことは打ち合わせをしましょう。会社の会議室でいいかしら。ふ、お前が恥ずかしくないならどうぞ。あなた、私たちはもう他人になるのだから、これからはきちんと社長と呼んでくださいね。はいはい、社長ね。ああ、相続楽しみだな。夫はニヤニヤしながら去っていった。そして私は離婚届を提出し、夫との離婚は完了した。翌日、会議室で待っていると元夫がやってきた。しかし会議室に入るなり顔が青くなっている。ゆかちゃん、なんで？私が何も知らないとでも思っていたのかしら。あなたたち、随分と親しくしているようね。私の隣には元夫の浮気相手が下を向いて座っている。私が元夫の浮気を知ったのは、今後の体制を社員に伝達し終えた時のことだ。数人の営業職の社員に呼び止められ、この事実を知らされた。丁寧に証拠まで持参してくれていたのだ。元夫が私に近づいたのは社長になりたかったからで、結婚後、営業成績が落ちたのは、もう私と結婚したことで将来は安泰だと踏んだから。そして残業を申請していた時間に彼女との情事を楽しんでいたというわけだ。会社からお金をもらっていながら、元夫は浮気をしていた。これはもう解雇処分案件だ。あなた、迂闊すぎるわよ。こんな写真まで撮られて。うちにはあなた以外にも外回りをする社員がいるのだから。いつどこで目撃されるのかわからないのよ。しかも新人営業の子に手を出すなんて、あるまじき行為ね。私は双方に慰謝料を請求します。また、あなた方は会社に不必要な給与を請求するという詐欺行為を働きましたね。よって、あなたたちを本日付で懲戒免職とします。
ちょっと待って、慰謝料は社長の遺産から出すよ。あなたね、どこまで無知なの。ほんと呆れるわ。あなたに遺産相続する権利はないの。父の遺産を相続する権利があるのは実子である私のみよ。え、話は以上です。二人ともお疲れ様でした。今日中に荷物をまとめてくださいね。ちょっと、私は二人を置いて会議室を出た。そして二週間後、二人から慰謝料の振り込みが完了した。あれから一ヶ月、社内は落ち着きを取り戻している。元夫は何度か我が家へ突撃してきたが、その度にレオにものすごい勢いで吠えられ退散している。あの二人がどうなったかはわからないが、もうこの辺で同業種では働けないだろう。今はレオだけが私の大切な家族だ。私はとんでもない男に引っかかってしまったが、いい出会いがあればまた恋愛から始めたいと思っている。でも、その時はまずレオに会わせようかな。レオが懐かない人には何かがあるのかもしれない。私はこれからも前進あるのみで、会社を守り、自分の人生を謳歌するのだ。ご視聴いただき、ありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の物語でお会いしましょう。